こんにちは。2018年8月7日です。ラオスオートキャンプ場にやってまいりました。ここから話の内容と映像がちょっと違うんですけども、まあ映像で、ラオスオートキャンプ場を確認していただければと思います。今私がここで、編集してます。この場所は帯広の音更町道の駅です。ここで編集してまして、ちょっとトイレの方に行きましたら、なんかニコニコ笑いながらこっち、見てる方がいらっしゃったんですよ。で、ハイエースを、盛んに磨いてらっしゃいました。そして、ちょっと挨拶して、こんにちはっては挨拶しましたら、ひょっとして YouTube やってますかと言いますか、言われたんで、やってますよって言ったら、あ、やっぱりそうですねっていうことで、私の、動画を見ていただいている方と、偶然会ってしまいました。まあ、普段から顔は出さず、声だけ、出してるんで、まあ、その声を聞いたら、すぐわかりましたよっていうことで、結構また話が盛り上がってしまいました。まあ、この動画の内容とは全く違ったことで申し訳ないんですけども、滋賀から来られたということで、北海道、まあ、多分2週間ぐらい、回られて、そして、本州の方で、ご家族と合流されるということです。非常にニコニコして、非常に明るくて、軽くて、非常にいい方だと思います。ハイエースの方は、3ナンバーの、ハイエースのキャンピングカーです。もうビガビガに磨いてます。潔癖症ではありませんと言いながらも磨いてるのが好きみたいで、隅々くまなくビガビガになってます。明日多分雨なんですけども、それは承知の上で一応汚れたから、車を磨くということです。まあ、オイル交換は5000キロほどで、北海道に来てオイル交換をしたとか、話してられました。まあ、以前はオートバイで、こちらの方に来られたということで、今回は、車で来たということです。本日はご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。